目の健康にはメガネが必要？シャボン玉石鹸プレゼンツ、ハグハグ。ちょっぴり恥ずかしがり屋高木くんと、寒くても元気に外遊びゆのちゃん。今回ママからこんな質問が。メガネをかけると目が悪くなると聞きます。本当ですか？お答えするのは大原歯科眼科院長の大原先生です。メガネをかけることで視力が低下することは決してありません。必要と言われたら必ずかけましょう。視力はおよそ8歳までものを見ることを繰り返して発達していきます。弱視の状態だった場合、視力の成長期を過ぎて治療を開始しても 1.0 の視力が出なくなります。一般的に小学校での授業に必要な視力は両目で 0.7 と言われるので、これを切るようであればメガネをかけた方が良いでしょう。斜視や遠視などがあれば、年齢や視力に関わらずメガネをかけた方が良い場合があります。原因を早めに見つけ、メガネをかけてはっきり見える状態にしてあげることが大切です。子供がメガネを嫌がったらどうしたらいいですか？子供は見た目が変わることを結構気にします。大人がメガネをかけるなんてかわいそうと思ってしまうと、子供にも伝わってしまいます。かっこいい、かわいい、似合ってるねなど、たくさん褒めてあげてください。最初は嫌がっても、見えることを感じたら納得してかけるようになりますよ。子供は見えない世界にすぐ順応できてしまうため、見えづらいという症状を自分から訴えることはあまりありません。3歳を過ぎたらかかりつけの眼科を見つけて、年に一度は眼科で視力検査を受けましょう。目の検診大切ですよね。よし、行ってみようね。うん。番組では子育ての疑問、悩みをお持ちの出演者を大募集。 DNC ハグハグからご応募ください。